余裕じゃね。もう余裕じゃね。50秒切りは余裕じゃね。もうコメントが地獄すぎる。お前らもうほんとに決めえってマジで全員決めえマジで。シンプルにこいつらねえ、もうシンプルに決めえマジで。ごめんねって、一緒にするな。あ、確かにね、ごめん。褒めるなって。ちょ、褒めてねえよ。しまった。ああ、前回の枠で禁止されたんだった。気持ち悪い、本当に。タチの悪いことに、こういう、アホみたいなコメントしてるやつこそなんか、俺について詳しいからうぜえわ、マジで。何の話題でもついてくれる。俺が過去にやった配信の。もうちょっといい子ちゃんにしてくれたらマジ完璧なんだけどな。ほら、意識が高い俺は今日も朝っぺ。早くお前らも俺のステージに上がってこいよ。な？なんなんこいつ。もう西野さんの差し金でしょ、もうここまで来たらもう。もう宣伝じゃん、もう。バカにしてるんじゃなくて。逆にプペル見てみたいわ。どんなカスなゴミ映画なのか。クソ感動したらどうしよう。クソ感動したらどうしよう。見事に引っかかってるよ。ほら、もうこうやってね、もう宣伝中に引っかかってるやん。これで見に行こうかって思わされてる。